当の NT1 アレックス VS 打倒のノイエジールだとどっちが勝つと思う？に対する反応集をお送りします。どっちが勝つと思う？アムロは1年戦争終了時、武装はビームライフル、ビームサーベル、手首 90mm ガトリング、230mm バズーカアレックス専用、バルカン。アムロの方が勝つ可能性高いかもしれんが、ガトーオールドタイプ最強パイロットやぞ。それにノイエに至っては文字通り大パーツやし。さすがのテンパでもきつい。ノイエジールなんてでかいだけの雑魚だろ。しかも乗ってるのはガトーだぞ。いくらオールドタイプ最強でもアムロには勝てるわけないだろ。いい加減にしろ。アイフィールドがあったって230mm バズーカ当てや終わりだろ。90mm ガトリングもある。いくらガトーがオールドタイプ最強とはいえニュータイプ最強のアムロには絶対に勝てない。腕ガトリングとバルカンでアイフィールド発生装置壊すのは無理がある。いや、ノイエジール本体破壊できるだろ。 90mm ガトリングでケンプファー破壊したじゃん。ケンプファーがトタン装甲だっただけじゃねえの。ジオンボロボロだったし。ケンプファーは機動力追求しすぎて神装甲なんやで。でもノイエだって大した装甲ないだろ。機動性もアレックスに比べればどっこいどっこいだし、アムロの超反応でバズーカ直撃されて沈められるよな普通。アレックスって宇宙でも戦えるんか？もともと宇宙にあげるつもりだったし多少はね。アレックスを主導で作ったのは連邦宇宙軍なので、むしろ中間戦闘こそがアレックスのメインフィールドだろ。実弾だからアイフィールドは無関係としても性能が違いすぎる。ケンプファーは神耐久だから比較にならん。いくらガトーとはいえニュータイプ最強クラスにチューニングされたアレックスにはかなわん。NT1 ってちょいと動かしただけで矢印が画面端から端まで動くマウスみたいなもんやろ。そんなのアムロ勝ていらんわって言うで。ピーキーなチューニングを乗りこなすのがアムロ。腕ガトリングだけで大破させそう。あの質量のノイエジールをモビルスーツの武装で倒すのは無理だろ。装甲貫通させる前に弾薬切れそう。7年何もしとらんのに神優に指示出すし、輸送機でアッシマー撃墜するやつがどうやってガトーに負けるんや。アレックスインアムロとか逆にどうすやアムロが負けるんや。 0083 のナーリ全員でかかって3分持てば上等だろ。電波のアレックスならグリプスまで負けなしだろ。ノイエには勝てるとは思うけど楽ではないだろうな。アイフィールドどうすんのかが課題ってのは同意。無理。ビグザムだって一人で倒せてない。ノイエのアイフィールドジェネレーターって4機あるんだぜ。ビームはまず無効。ジェネレーター破壊不可。バズーカもガトリングもあるけど、ファーストガンダムだってバズーカ、バルカンある。実際ビグザムの時どうだったかというと使ってないし、あの大きさじゃ実弾もあまり役に立たないだろうから。まるでノイエジールがバズーカ直撃しても無傷でピンピンしているような書き方が多いが、実際アイフィールドがなかったら、あれも結構脆い機体だぞ。作中だとミサイルの直撃で機体の半分が大破&コックピットにまで被害が出る大ダメージを受けている。アレックスの実弾装備でアイフィールドジェネレータ全部潰すのは厳しいと思う。ただガトーの家でもアムロのアレックス捉えるの難しそうだから、塩試合の末にガトー勝利かな。でもアムロなら首とか脇とか装甲のない部分にバズーカやガトリング当ててノイエ戦闘不能にするくらいはやりそうな気も。ノイエにガトリングなんて豆鉄砲だからな。バズーカ装填数が何発あるかで勝敗が分かれそう。弾幕をかいくぐって近づけたらアムロが勝ちそう。でも、ガトーが水力に任せて一撃離脱を繰り返す戦い方をしたらガトーが勝ちそう。正直わからん。時代が違うとはいえ、性能差ありありのリガビでシャアのサザビーに前線したし、モビルスーツっつうよりモビルアーマーに近いジオングにも相打ちだったしな。きついけどいけるんじゃね。アムロプラスガンダムって、鬼に金棒どころの話じゃないと思うんだけど。ノイエで全力で逃げれば確実にドローに持ち込める。アレックスでは追いつけないしな、やらないだろうけど。90mm ガトリングが弱いという風潮、ケンプファーがあれで蜂の巣にされたことと装甲が薄いことは関係ないと思うんだがな。60mm バルカンですらザクを倒せるんだし、重装甲でない限り 90mm とか普通に無理だろ。位置的に相談数に難がありそうなのは仕方ないが。これはノイエの心象だろう。アレックスプラスアムロでも10回に1回勝てる程度だろ。優先クローにメガ粒子砲連発にミサイルの雨、懐に入ってもサーベル4本が来るって恐ろしい。さすがに勝てるとか言ってるやつは少し考えた方がいい。アムロの戦績でこれほどの性能差ひっくり返した例は一つもないから勝てる根拠なんてない。モビルアーマーって推進剤いっぱい積んでるイメージだし、誘爆して母艦じゃね。
アルファージールモリガジノグレネード食らって誘爆で母艦だし、NT-1 アレックスにバズーカとガトリング持たせりゃアムロが勝つと思う。アムロ勝つとか無理だろ、勝てる派はちょっと盲目的すぎる。ノエが大水力の一撃離脱と豊富な火力で攻めても相手は回避能に。アレックス側は相手が攻撃のために接近してきたところに実弾ぶち込めばわずかとはいえダメージを与えられる。機動性はノエが圧倒、射撃性能もノエが圧倒、近接武装も極太サーベル6本持ちのノエが圧倒、その上アイフィールド持ちで対艦ミサイルも耐えるノエにどう勝つと？設定が1年戦争時とあるし、感覚が肥大していて、味方とテレパシーすらできるニュータイプ能力全盛期の圧倒的先読みできるアムロが負けるとか言ってる人の方が苦しくね？ガトーにはそんなんないんやで？ニュータイプ能力はそんな万能じゃないだろ。クエスのアルパージールが弱かったし映画ではチェーンのリガフィに撃墜。小説ではハサウェイのジェガンで撃墜。アムロなら楽勝っぽい。ここまでアムロ派の意見がアムロなら勝てる以外出てなくてはロタ。一年戦争末期のアムロってあのシャアがオールレンジ攻撃をフルに使って腕一つと相打ち、首だけで離脱する際に疲労をついて頭を潰すのがやっとの化け物だからな。機動性が上のアレックスにノエが攻撃を当てられるかが肝になりそう。一年戦争時の最終決戦時とした場合、ジオング圧倒してたやろ。あれ、シャアもニュータイプ能力使って対抗してあれやで。ガトーニュータイプアドバンテージ一切なしやぞ。ガトーの攻撃なんてかすりもしないだろ。まずもってニュータイプとオールドタイプの差が歴然としてある前提があるからな。その上一年戦争末期のアムロはニュータイプ能力を戦闘向きに鋭敏化してるし。優先クローなんて飛ばしたら、あっさり切り落とし食らってクローなしになる。ガトーが遠くから撃ち続けて引き分けが精一杯だろ。懐入られたら、小回り効かないノエなんて、それこそ何もできなくなるぞ。最終決戦のニュータイプって変な技を使うからな。ウェーブライダー突撃とか、質量のある残像とか。アムロがガトーを変な技で倒して、視聴者はポカーン。まあ勝てないとは言い切れないけどかなり厳しいわな。パイロットの差は歴然だけど機体性能の差もかなりのものだからな。ノエはでかいし機敏ではないもののビグザムみたいに速度が遅いわけではないからバズーカなんかは結構当てづらそうだしな。いい勝負になるんじゃないかな。距離を取ったらアムロを捉えるのは至難だろ。他を狙っての流れ玉ならともかく。ガトーの勝ち筋は接近戦でいくらか被弾しようとも隠し腕やミサイルで疲労をつく肉を切らせて骨を断つ戦法しかないと思う。普通に懐に潜り込んでビームサーベルで一突きなアムロしか想像できない。NT-1 アレックスって水力普通のガンダムに比べて3倍なんだよな。普通のガンダムでもガクブルしてたシャアだけど、これ最終決戦でアムロ乗ってきたらシャア涙目だったな。何気にアレックスって、フルバーニアン並みに水力あるんだよね。多分、ノエの動きについていくのは、さほど難しくない。問題は、パワー、アレックスにも凶悪な武装は多いが、出力は一年戦争時のモビルスーツの出力でしかない。ソーラーシステムでも沈まなかったノエ相手じゃ、やや火力不足。あとは、シチュエーション次第、1対1ならアムロが勝つだろうが、星のクズ作戦の阻止だと、アムロ&アレックスでも難しいかと。そういえばノエジールってソーラシステムでも沈まなかったな。やっぱオーバーテクノロジーすぎるわ、勝てるわけない。覚醒度合いとして UC 世界でも屈指の状態のアムロが理論上全力で戦える機体に乗ってるのに負ける理由がわからない。火力が足りてないというやつがいるがオートパイロットプログラムでシャア操るジオングヘッドを撃破したアムロが装甲の隙間に当てる程度のことができない理由が見つからないわ。アムロが勝つにはまず、G ファイターに登場したスレッダー注意を用意します。